ちょっとね、なんかね、僕最近動画のコメント欄で、キヨキヨ、顔が疲れてるぞ、眠いなら休めみたいなね。嬉しい。もうそれ、嘘のコメント嬉しいんですよ。あ、なんかこう、見てくれてる人がいるんだなっていう反面、そんなさ、そんな眠そうな顔してないんですよ、実は。あのね、目が花粉症なんですよね。だからすごい赤いし、腫れてるし、こうなんか、書いた跡があるから、そう見えるだけなんですよ。どうも、みさこちゃん。キヨキヨ、です。はい、ということで、私、痩せたいと思います。ちょっとマジで、クラロワやる。クラロワやるのちょ待ってね。実はね、結構ね、最近すげえね。すごい、すごい、ほんとすごいよ、ほんとすごいよ。やばい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 。やばい。なので、このね、お腹をね、はじめしゃちょーさんに見ていただきました。ありがとうございます。このお腹を見ていただいたら、買っていただきました。こちら、ドンキホーテで約1万円します。買っていただきました。買っていただきました。ちょっとこれをつけながら今日はやろう。恥ずかしい。つけて、はい。あ、冷たい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 。つけて、でこれを押すと強くなってく。あ、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 強い。あ、あ、強い。あ、強い強い。結構強い。これ結構ね。結構ね腹筋に。来るんですよ。なんかね、今もやってるんですけども、あのね、お腹にやると、お腹の筋肉がキューンってなんか引っ張られる感じがして、これで腹筋鍛えたと思います。痛い、ちょっと痛いからやめる。痛い、やめる、痛い。あ、結構痛いんだよね。でもこれ結構お高いですし、買っていただいたんで、ちょっと僕腹筋ガチガチになります。ということで、今日はですね、皆様大好きの、こちらのですね、ゼロカロリーレジェンドとやってまいりたいと思います。このゼロカロリーレジェンド動画は鬼畜界ですからね、もう数々のユキチが消えていった。この世界のユキチが消えている。なぜかわかるか。そこに、救急がいるから。バン。そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。それではですね、前回のゼロカロリーレジェンドの、前回のゼロカロリーレジェンドの動画についた高評価数を確認していきたいと思います。こちらの一番上の動画でございます。クラロワ、肺活菌したら、1週間でトロ3000人いってしまった。この動画についた高評価数を今から見ていきたいと思います。ポン。さあ、どんぐらいついてる、どんぐらいついてる。荒野行動、荒野行動。僕ね、最近ね、荒野行動をね、普通に動画回ってないところでやってみたらめっちゃ面白いっていうね。いや、これ、時間取られるぞって思ってあんまやってないんですけども、ちょっとスキップするけれども、1.2万あれです。なんだこの顔は。なんだかの顔。あのね、このね、企画やるとね、キヨキヨかわいそうだからグッと押せないみたいな、あるんですよ。押して押していただけるとさ、その企画が面白くなるけど、キヨキヨの先は死ぬ。ただ、押されないと押されないで、なんか寂しいっていうところなんでね、今回グッドボタン押していただければなと思うんですけど、1.2 万エメラルドを注入してきたと思います。コメント見てみようか。コメント見てみるとすげえ、コメント数もすごい来てるんですよね。最初の勢い、キリザキエイジアン。てか、180グッドついてる。村井さんもう3000人、あ、村井さんの話したんだ、多分。ちょ。辛辣いろんなデッキ使いたいって言ってなかった？結局ジャイばっかやん。もうその通り。ごめんなさい。でも今はね、メガナイト使ってるんでね。まあちょっと、系統は似てるかもしれないけども、やや違う動きで戦いたいと思います。それでは、ただいまのトロフィーズ、3300？サゴサゴ、サゴサゴね。サゴサゴ。では、12000エメラルド注入していきたいと思います。12000だと、どうしよう、6500を2回。あ、それだと13000になっちゃうか。1万3000でいきましょう。1万3000、だから12500だっすんじゃん。繰り上げ方式。あ、ポチンとな。注入いたしました。13000、16個でございます。前回の16個引き継ぎでございます。さあ、何していこうかね、今回は。前はゴールドたくさん買ったんですよ。で、ゴールドには結構今困ってません。17万ゴールドあるんで、これにはね、まだ困ってないんですけれども、ちょっとね、戦績を見てみると、なんかやっぱね、見て一番上のとか、結構ね、ほら、僕のガゴムレベル9なんですけど、相手ね、レベル11とか出てくるんですよね。やっぱこうレベル10は欲しいなっていうのが最近思ってきました。ノーマルカードは10とかあったら嬉しいなっていうのは思いましたね。スーパーレアも相手今回5で、まあ、でも僕レベル5なんで、今の感じでいくと6になったらまあ良きで、こうウルトラレアは割とね、もう1とか2でもまあ十分戦えるかなと思います。結構機能性が強いんで、だからここら辺を矢の雨を9にするのはマストなんですよ。レベル11のガゴムレとかマジ倒せないんで、ほんとね、ほんとストレスたまる。死なないと絶対ホーリーするんですよ。8割方ホーリーされるんで。矢の雨のレベル上げたい。っていうところで、結構ノーマル系をね、レベル上げていきたいなっていうところなんですよ。で、13000円目ありますんで、フォーチュン宝箱とかいいんじゃない？お
まずまずまずフォーチュン宝箱でこちらスケルトン部隊とゴブリンバレルをレベルアップできたらなと思います。なので今日はちょっとさっきの収集とは違いますが、フォーチュン宝箱でデッキに2枚入ってるカードがすごい激推しで出るんで、このスケルトン部隊ってゴブリンバレルをカンスじゃねえよレベルアップできるようにね、ちょっと今日は頑張っていきたいと思います。それではフォーチュン宝箱、フォーチュン宝箱、まずはバレル、まずバレルカンスさせたいですね今日は本当に。出んの？出るんかい？出るんかい？これこ引いてよかった、待って、ここでスーパーでしょ。フォーチュン違い、さっさと頼む、8枚やばない？これやばないですか？だってもうこれすでにさ、やばい、もう2個レベルアップできる。待って、レベルアップしてくマジでマジでマジで、これこんな嬉しいことないよ。来た。あとはスケルトン部隊をね、観察したら相当強い、それで今のみたいな感じでワンチャンガゴムレとヤリゴムも出てくんねえかなっていうところで、ちょっとね祈りたいと思います。ポン、頼むぞ相棒。あ、次フォーチュンスケルトン部隊、お、え、それもだっけ、これもか。さあ次もフォーチュンでしょ。あー、じゃあフォーチュン違いなんだよな。さあ最後もフォーチュン、さあこれはバレルかスケルトン部隊、バン、あざす。また8枚出るってやばいな。8枚出るってことはマジ今回スケルトン部隊をレベルアップさせないとバチが当たるまである。よし、行くぜ。さあこのフォーチュンが嬉しいね。フォーチュン違いな。まあでも考え、186枚も当たるんかい。その考えようによったらスケルトン部隊入れるのも全然ありだから、ありよりのあり。頼む。なんでカナちゃんです、なんでいらんのがさ、出るやん、いらんのが。おお、やばい、これスケルトン部隊ここで完走させたら差をつけることができる。やっぱね、スケルトン部隊は、ボムタワーいらんわ。頼む。おお、やばい、くる。待って、今何枚、もう41枚なんだけど。でも今回のね、フォーチュン宝箱はフォーチュンしても8枚なんで、あと9枚なんで2回は引かないとダメですね。さあ残り1枚目余るというこの贅沢プレイ、ワンチャンウルトラ当てたいな。さあ頼む。あ、今スケルトン部隊入れろってことかな、これ。まさか。なんでやねん、なんで。で、ここで来るでしょ。おお、ここで来るんや。やっぱ8枚ね、固定8枚なんですね。頼むよ。で、ここで最後、もうなんか、ここで引いちゃえばもう勝ちみたいなところある。ここで勝ち。あ、アンロックした。ポン。さあ、頼むよ。はい。あ、いや、これ待って、スケバレ入れるまであるぞ、これ。だって186枚がさ、何回も来てますからね。はい。たる。さっきと同じに。ここに来てファルチですか。ここに来てファルチは渋い。これは神様のいたずら。頼むよ。これバレルマジ入れる説あるぞ。あ、ゴブリン早い、なんかポンでいった。ゴブリン出すんかい。なんかすげえいろんなカード出る。ポン、頼むよ。引きたくない。いやー、あー、まあバレルはさ、もうレベル7にするのは鬼畜だから、もう残り100枚とか無理だから、もう本当に無理だから。クロちゃんです。頼むぞ。これやばない。これちょっとレベル1回上げてみる。あ、マスケ、ポン、頼む。やばい、物欲センサー来てんじゃん、これ。これさ、スーパーセルさん、これ大丈夫、この、残り1枚だとあんま出ない理論。頼むって、スーパーセルさん、もう愛してる、大好きだから、もう本当に。頼む、ね、全然出ないんだけど。頼む。おっ、しゃー、完走。しゃー。よし。じゃあこれでもうちょっとレベルアップできるでしょ。待って、ワンチャンやってみる。ワンチャン夢叶えるためにスケルトン部隊、これバレル無限に上がる可能性あるですからね。無限に、だって3でしょ。だって全然ほら、ここら辺とか全然10枚とかしか使わないから全然許容範囲。でも余裕じゃん。もう符号の遊びです。クラロワっていうのはね、レベル6でしょ。だってもう7でしょ。これ9にできんちゃう。次何枚、200枚か。でもまだ800枚あるぞ。頼む。さあ88で、僕の今のガゴムリがレベル9なんで、9に行ければまず御の字。頼むよ、ポン。さあ9いった。うわ、400枚かかんのか。次800枚。
いや、こりゃ無理か。9枚でさ、まあ、レベル10にできたら強いっすけど、言うて僕のガゴムレとかの方が強いんで、まあ、一旦様子見っすかね。一旦様子見。それではですね、残りの6000ゴールドなんですけども、ちょっとゴールド半分買っていいっすか。ゴールドを、あと、でもウルトラレアキング宝も聞きたいんですよ。ワンチャンの話なんですけど、ワンチャンウルトラレア出して、新規戦力参入させたいんですよね。それからエリウスのレベルアップするかしたいんで、今日は、2連しようや、しちゃおうや、もう大学生乗りしちゃおうや、もう大学生乗り、やっぱり、パンケーキ、パンケーキ、これ、うわっ、なんだこれは、これ、煽りまでやりこみ、頼む、ポン、うわー、これどっちとも嬉しいなー、これナイトかな、ナイト結構ね、汎用性高いからね、これはもうなんかよくわかる、これどっちともいらない、どっちも使わない、ポン。さあ頼むよ。さあ、アイゴレ。たる、ポン。あ、来た。プリーズかな。頼むぞ、さよなら。エレウィズが欲しい。で、スパーキーあってもいいけど、でも、この赤ではね、スパーキー使わないってのも手ですよね。僕は、もともとの目標がそう、バリエーションに飛んでデッキ練習したいなとかいうのもあったんで、ポン頼む。エレウィズかい似てる。なんか二人似てない、なんか。なんか四角いしさ。うわ、これロイゴスランバー。いや、ロイゴ、これマジ悩むやつじゃん。今使ってんのがメガナイトなんで、ロイゴスで行こうか。ロイゴスってなんかこう処理するのに結構大変じゃないですか。ミスったらすげえエリクサーアドバンテージ取れるみたいなのあるんで。もうご立派、もう引くぜ。今日は引くぜ、もう本当に。強くすればええやね。これはマスク、ポン。もう強くすること、うわこれね、メガゴかな。メガゴいっとこう、メガゴ。僕メガゴ結構好きなんですよ。なんか動くの遅い系僕好きなんですよね。うわ骨。骨めっちゃ食うんだ。じゃあ骨で行こう。骨で、高回転ホグもしかしたら使うかもしれない。ホグ、ポン頼む。ああ、ボーラ。え、どっちでもリュウかよ。これ、ポイズンじゃないの頼むよ。ツバレア。うわぁなああ、微妙。微妙なん来るっすね。もう、プリンス一緒行きます。それで行くぞ。はい、うわぁ、どっちとも渋い説ある。あ、そっか、無課金アカウントか。僕ね、無課金アカウントでは枯渇デッキ使ってるんで、インドラすげえ嬉しいかなと思ったんですけども、ちょっとね、ニューでしたね。このアカウントの初。どうしよう。じゃあ、インドラにしとこう。インドラ、あ、でもインドラいいんじゃない？インドラいいんじゃないですか？このデッキ結構ね、大型系が来ると、お辛いところあるんで、インドラここぶち込んで、ここ、インドラ。ちょっとインドラどっか、なんかぶち込みたい。ここかな？ここか。ここで結構枯渇で戦っていって、まあ、バレルで刺していく。で、あとは防衛していく。これでいいやん。ザップ全然レベル上がない。あ、1200あるのか。1200、もう、あ、これゴールド買っていいですか。最終的に、結局のところゴールド強いよねってなるんで、ちょっと一応使い切ります。一応使い切ることを目標としてるんでね。ここはもうね、使い切らんとちょっと腹の虫が収まらん的なところあるんで。ポン使い切りました。あれ？さっきはなんか26余ってなかった。26繰り越し？この26は永遠に繰り越されるかもしれません。はい、ということで、土曜日、日曜日の朝の動画で、このトロ上げ動画とかもね、出していきたいと思いますんでね、そちらの方もぜひとも楽しみにしてください。ちょっと楽しみだな。ちょっとね、いろんなデッキが変わっていってるんで、こちらもね、ちょっとワクワクしながらトロ上げできるんじゃないかと思います。こんな感じで毎日クララ動画アップしておりますんで、スマホでご覧の方はちょっと下行っていただいて、チャンネル登録のボタンからチャンネル登録していただいて、横のベルマークのボタンからね、通知をオンに設定していただけますと、明日も動画見逃さずに見れるかなと思いますんで、ぜひともそちらやってみてください。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただきましょう。私のモチベーションがキリンと上がりますね。ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしてます。そしてこちら昔のね、ゼロレジの動画ございますんで、まだ見てない方、ぜひとも見てください。